カンピオナートブラジレーロ、ブラジル全選手権第16節、グレミオ対ボタフォゴの試合が、地時間14日に行われた。この試合でボタフォゴ所属する、本田圭佑は途中出場を果たし、ブラ、ルメリア、グローボは、本田に、まずまずの票を与えている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し、セチュー、前節のスポルチレシフェ戦で、フルデを果たし、全国選手権初ゴールを決めた本田。今回のグレミオ戦で、ベンチスタートにな、同メディアによると、その理由は、疲労や怪我、考慮したことによるものだという。アウェー、行われたスポルチレシフェ戦で、フル出場、果たし、グレミオ戦もアウェーでの試合とな、たため、本田のコンディションが 100% ではないと、断したようだ。34分に、グレミオのジエゴ・ソウに、先制点を決められるが、41分に、マテウス・バのゴールで、ボタフォゴが、同点に追いつく。本は、後半からカルロス・エンリケ・レンテリとの交代で途中出場を果たした。しかし、48分に、レミオのペペに勝ち越しゴールを奪われて、舞う。53分に、グレミオのソウザが退場してボタフォゴが数的優位になるも、66分に、再びペペの得を許し、ボタフォゴは1-3の敗戦を喫している。メディアはタイトルに、ケビンは、チーム全体、パフォーマンスが非常に悪かった夜に、最悪、スコアを受け取るとつけ、ケビンに、チーム最点の 4.0 の評価を下した。ゴールを決めたバビに、無最高評価となる 6.0 の点数をつけ、交代出場、ホンダには、5.5 の評価。その他の選手は 5.0 か 5.5 の採点が蹴られている。両。